オケでございます。え、すごい楽しい、もう楽しい、サイクリングだ。え楽しいですね。ゴー、行くぜ。皆さん、いらっしゃい。アイドル教室です。ホリーです。サイカです。はいはいGoogle ストリートビュー VS 自転車プラス電車、イエーイ。はい、ということで、あの Google ストリートビューっていうのあるじゃないですか。あるね。あの Google マップで目的地を押したらこう下にシュッてして、シュッシュッて行けるやつ、ね、本当のリアルな映像が、それこそ VR チックな、うん、360度の自分が動けるみたいな、うん、それでシュッシュッシュッて進めるんですよ。それでこちらにいる五一から目的地まで行ってみるっていう。なるほど。それを堀さんにやっていただきます。 OKOK。 で、私は実際に自転車と電車を使って目的地まで行くんです。実際に今から行くの。今から行きます。私はあんまりあのあれなんですよ、この辺自転車乗らないんで。イメージないもん、はい、自転車乗るの楽しみなんですよ。え、乗ったことある？いや、乗ったことありますよ。頑張って安全運転で行きたいと思います。はい、目的地に到着したら堀さんは私に電話を、私は堀さんに電話をするんですけど、 OK。 どっちが早いかっていう対決です。なるほどね。はい、途中でもしかしたら電話がかかってきたら、あ、負けちゃったってなるっていう、うん、あ、そういうパターンだね。っていう、でも本当にどっちが早いかだなって感じなんですよ。徒歩だったら完全にこっちの方が早いと思うんですよ。いや、それそうでしょ。こっちのデメリットとしては、まあ、読み込みが遅くなっちゃったらそれ次第だし、そうですね。あとはもう自分が本当道を分かってなきゃ、そうですね、方向がキュッキュッキュッとかなっちゃって、そう、どこをやってるか分かんないみたいな。そう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 、お題が知ってる場所であることを願うばかりですね、うん、私は。そうですね。ということで目的地のお題を発表していただきたいと思います。はい、こちらです。ディディーン。はい、どこ、わかりますかね。あー、わかります。結構名古屋でも有名なアスナル金山。あー、はいはいはい、ところなんです。最近金山よく行くからちょっとセーフだったわ。よかった。まあ堀さんはこの場所に。もう私はちょっとこの付近に。やばい。行きたい。難易度高めかも。はい、ということでアスナル金山まで行きましょう。はい、レッツ金山。わ。わ金山。わ緊張する。 OK です。え、行くぜ。はい、51にいます。 OK でございます。 OK でございます。はい、はい、はい、ふぅ、ふぅ、よーい、よーい、行けるかな。どう、あ、なんか空向いちゃうよ。あ、来た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 、行くぜ。はーい、わー楽しい、レッツゴーレッツゴー。え、すごい楽しい、もう楽しい。私車普段乗んないからちょっとわかんないけど、とりあえず今向かってます。とりあえず鶴舞まで向かいます。サイクリングだ。でも意外と早いかもしれないから、堀さんが、風が気持ちいいです。風が気持ちいいです。まずは矢場町駅まで行きます。名城線で金山の駅まで行って目指します、アスナルを。でも意外と多分すぐ着く気がするんですけど、どうですかね。まあ、駅までとりあえず行きます。嬉しい、よかったね。はい、風が気持ちいいですね。なんか 暑すぎてもなくて、めちゃめちゃいい天気、めちゃめちゃいい。わかんない、これ景色がさ、先が見えないからさ、非常に、いや、車を渋滞にはまった気分。鶴舞、鶴舞、わかんない、とりあえず信じて先に進む。景色がわかりづらい。あ、マホだ。マホ、マホ、おはよう。マホに会いましたね。いやー、でもまだ3分なんで、まだ行けそうな気がします。ホリちゃんがどういう風にそうですね。でも操作にすごい慣れてたら、うん、ちょっと焦りますけど。確かに今、ま、何これ、
え、全然進めない進めない、なんで進めないの。あんまりちょっと慣れてなさそうだったんで。あんま使わないよ。そうですね。よし、駅まで5分だから、うん、なんか私的には10分はかかると思うんですよ、あのストリートビューの方は。あー、そうなんだ。なんとなく、うんうん、結構やっぱり不具合とかもあるかなと思って、あ、ここ行けないんだみたいな。勝ちたい。リアルは負けない。いないよ。なになにこれ、来た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 、金山来たかも。来た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 。景色が分かりづらい、非常に分かりづらい。めっちゃ見づらい、めっちゃ景色見えない。方向感覚だけで今行ってます。やばいやばい、分かるかなこれ。景色全然見えないんだけど。え、どうしてよ。あ、来た来た来た、こっちだ。で、あとは線路沿いを沿っていく作戦。やばい、どっちか分かんない。信じていこう。なんかやばい、もう車がわけわからんくなる。だからこれ合ってんのか分かんないんだよね。ちょっとね、ほんとこれ車乗ってる人だったらいいんだろうけど、不安でしかない。わー、こういう時免許欲しかったなって思うわ。今どこなんだろう、さやか。言うてまだヤバ町だとしたら。よいしょ。到着。着いた。着いた。みんな大好きヤバ町。よし、鍵がかけれました。じゃあついてきます。はあ、まだ6分ですよ。曲がるのこれ、もうちょいまっすぐかな。すみません、ま、信じていこう。ちょっと曲がってる。曲がったら金山に行けるかもしれないから。だからやばい、金山どこ。カラオケ、いやいや、これ電車乗られたらだいぶ。カラオケジョイジョイってなんかあった気がするけど、どこここどこ。同じところまで行けました。あの、今私たち電車乗りそうになったところなんですけど。早い。嘘だ。待って、何分で着いた？分かんないっす。一回出ますか。出ましょう。一回出ます。はい。マジか。めっちゃ焦る。ちょっと今と出たら電話します。はい。やった。誰もいないけど周り今一人。むちゃくちゃ圧勝じゃん。今電車乗るとこだって言ってた。ヤバ町だと思う多分。ヤバ。早かった。じっくりサイクリングしてる場合じゃなかった。わ、楽しい。レッツゴーレッツゴー。なんかすごいゆったりやりすぎたね。
ただサイクリングしただけだった。ちょっと前にサイクリングしてきました動画。そうですね、まあ楽しいからいいかな。もしもし、朝やかだ。え、もう着いたんすか。もう着いた。偶然にもロープ金山のあの道に出た。え、すごいすごいすごいって二人の声聞こえる。線路沿いをひたすら走ってたの。あ、線路を走ってたんですね。とりあえず鶴舞までは分かるから私。あ、さすがやっぱりすごいです。そう、やばい、もうこれ以上分からんってなった時に、はい、あの緑の建物が見えたやつ。すごい、同じ看板の写真が。え、すごい。いやもうちょっとこっち油断しすぎてサイクリング楽しんでたんですよ、うん、楽しみはないよ。したらもうなんかかかってきちゃったからめっちゃびっくりしました、うん、いや乾杯ですね。乾杯でございます、はい、サイクリング楽しんでたの。楽しんでました、うん、結果メイクストリートビューの方が早い。そこでエンディングすんのよ。そこで帰ってきてよ。帰ってきてエンディングしてよ。ここでいいじゃん、いいじゃん、以上じゃないよ。でしたでしたじゃないよ。じゃあここまで来てエンディングしてよ。映れないじゃん。どんなんよ。はいはい、切られたし。切られたよ。終わっちゃったよ。エンディングされてたよ、電話の向こう側で。私が勝ったのに。まあいいや。